菊池代章。一。菊池代は、牧野越後の守、定長の第一子として生まれた。母は、松平泉守、のりすけの娘である。定長は仮の真面目の長三大部で、その頃自社奉行を務め、なかなか羽振りが良かった。 巻の家の神屋敷は丸の内にあったが、菊千代は主に日本橋浜町の中屋敷か深川小なぎ沢の下屋敷で育てられた。養育の責任者は樋口次郎兵衛といい、元次席画廊を務めた金言で静かな老人だった。身の回りの世話は松尾という乳母がした。 彼女は木下一郎右衛門という軽い身分の者の娘で、一度物頭の八代東七へ貸したが、二年目に子を産むと間もなく死別してしまった。その時はすでに菊千代の乳母に上がっていたので、以来ずっとそばを離れず仕え通した。父の定長は月に五度くらいは欠かさず会いに来た。 ひげの濃い、目の大きな、怖いような顔で、背丈の五尺八寸余りもある、体つきのたくましい人だったが、口の利きぶりは静かで優しく、笑うと濃い口ひげの下に真っ白な綺麗な歯が見え、片方の方にえくぼができる。いかにも穏やかな、暖かそうな笑い顔で、 これには誰もが引きつけられずにはいられなかったようだ。会いに来ると父は菊池を前に座らせて楽しそうに酒を飲んだ。その席には給仕のために少年の故障を二人、それと乳母の松尾しか近寄せなかった。またどんな休養があっても取り次ぎは禁じられていた。まだ菊池夫が うばの手に抱かれている自分から、定長はしきりに酒を飲ませた。三つ四つになると前を並べさせ、さあ和歌、一つ参ろう。などと真面目な顔で酒好きを持たせたりした。母にはごくたまにしか会わなかった。一年に三回か五回くらい、必要のある式日に神屋敷へ行くので、 その時会うわけであるが、菊池雄はあまり母が好きではなかった。髪の毛が重たそうに見えるほど多く、頬がこけて、後で聞くと病心だったというが、いつも沈んだ顔つきで菊池雄をいつも可愛がってくれるようなことはなかった。むしろ菊池雄の姿を見るのが辛いような、 目を背けたいといった風な様子さえ感じられた。そうだ、母には辛かったのだ。ずっと後になってそう気づいたが、当時は何も知らなかったので、こちらでも甘えるような気持ちなどは起こらず、挨拶をしてほんのしばらくいるだけでも気づまりなくらいだった。自分の体に、 異常なところがあるということを初めて知ったのは六歳の夏であった。その前の年から遊び相手として七人ばかり、家中の同じ年頃の子供が選まれてきた。これらのうちはっきり覚えているのはわずかに次の三名だけである。正五万之助、中老角左衛門の三男。 牧の力、チカラ、ベッケ、東東守康時の五男、杉村半三郎、そば用人半田雄の次男、その他には赤とかカンプリとかずっこなどというあだ名が記憶にあるが、その意味もわからないし、顔形も大抵忘れてしまった。さて、六歳の時のことであるが、 浜町の屋敷の庭で遊んでいるうち、乳母の松尾がちょっとそばを離れた隙を見て、誰かが池の魚を捕まえようと言い出した。菊池夫の他に三人ばかり、すぐさま袴を脱ぎ、裾をまくって池の中へ入って魚を追い回した。そのうちに菊池夫の前へ回った一人が、 突然大きな声で叫んだのである。いやあ、若様のおちんぼは壊れてら。菊池雄はぎくっとして、まくっていた裾を反射的におろして棒立ちになった。叫んだものが誰であったか思い出せない。その瞬間の自分の気持ちも、漠然とした恐怖というくらいの印象しか残っていないが、不思議なことには、 周りにいた者がみんなピタリとなりを潜め、息をのんだような異様な顔つきをしたことだけは、かなり年月が経ってからも鮮やかに思い出すことができた。その沈黙はごく短い時間であって、地範にいた一人が袴のまま池の中へ入ってきて、何を言うのか、お前は悪い奴だ。 こういう意味のことを叫んで、その暴言を口にしたものを突き飛ばした。そうして、菊池雄の肩を抱くようにして、池から助け上げるところへ、松尾が走ってきたのである。菊池雄は泣き出した。泣きながら松尾に飛びつき、みんなの目から逃げるように、松尾の手を掴んで五天の方へ駆け出した。 不謹慎なことを言った子供はすぐに仲屋敷からいなくなり、その後どうしたか全く菊池夫は知らない。彼を突き飛ばしたのは杉村半三郎で、その時八歳だったが、透き通るような肌の面長で眉のはっきりした極めておとなしい子であった。多分お相手の子供たちが話したのだろう。 菊池夫は何も言わなかったのに、松尾はその暴言を否定して、そんな異常なところは決してないこと。もしあるとすれば、いつも G が見ているのだから、それだけの治療をするはずであることなど、いろいろと説明してくれた。菊池夫はそれを信じ、あんな不謹慎なことを言ったのは、癒しい悪い子であると思った。 そしてその暴言そのものは間もなく忘れてしまったが、その時受けた恐怖のような感動は消えなかった。意識のどこかに傷のように残っていて、時々菊池夫自身びっくりすることが起こった。池の中の出来事があってから菊池夫は誰よりも杉村半三郎が好きになった。 二歳年長でもあり、要望も際立っていたし、おとなしいので前から嫌いではなかったが、その後は何をするにも彼でなければ気が済まず、少しもそばを離さなかった。その年の冬だったろうか、上屋敷で相撲があり、菊池雄も呼ばれて、お相手の子供たちと一緒に見物した。 これまで脳狂言などはいくたびか見たけれども、相撲は初めてだし、終わった後で何がしとかいう大関に抱かれたりして、それから急に相撲が好きになり、帰ると早速お相手の子供たちと相撲を取り始めた。少年たちが集まれば、組みついたり倒し合ったりするのは自然である。菊池夫は、 大切な若君ということで乱暴な遊びは禁じられていたが、監視の目がなければ組合も転がしっこもやった。けれども今度はじい、樋口次郎兵衛を菊池夫はそう呼んでいた。今度はじいに頼んで庭の一部に土俵場を作ってもらい、そこでせいぜい本式のつもりで取り組むのであった。 若様はご覧遊ばすだけでございますぞ。じいも松尾もこう言ったが、彼らのいない時には菊池をも土俵場へ上がった。相手はいつも半三郎を選んだ。正午万之助やカンプレなどとも取ったが、誰よりも半三郎が一番取りよかった。半三郎は年も二つ上だったし、 他のものとは違う心遣いがあって、やんわりあしらってくれる。菊池夫には、それがもどかしいような、また歯がゆいような感じで、わざと乱暴にむしゃぶりつくのであった。それでも半三郎のあしらいぶりは巧みで、ごく自然に負けてみせたりするが、時に誤ってしたたか投げ飛ばしたり、 胴体に折り重なって倒れることなどがあった。菊千代にはそれが言いようもなく快かった。投げられた時や折り重なって倒れる刹那には、爽やかな、しかもうっとりするような一種の解放感に満たされる。その感じは忘れることのできないものだったし、半三郎の他には、 誰からも受けることができなかった。こんな風に遊んでいるとき、武家育ちといっても幼い年頃のことで、急に商用を催したときなど、子供たちは木陰などへ行ってよく用を足した。菊池夫もそれを真似ようとしたが、自分は袴を履いたままではできない。彼らはどうやってするのかと不思議にも思い、 興味もそそられて、幾度もその方法を覗いてみようとした。見ることができたかどうかは記憶にないが、お川でするときに真似をして、周りをひどく汚し、松尾にたしなめられたことがあった。若さまはご身分が違うのですから、決してそのような品のないことを遊ばしてはなりません。彼らと身分が違うということは、 日常すべてのことが示していた。それで松尾の言葉もいくらか不審ではあったが素直に信じた。七歳から日課が決まり、学問と武術の手ほどきが始まった。父の意見では学問を主とするようにとのことだったが、菊池代は勃犬の型や柔術の方を好んだ。その相手も 大抵半三郎を選び、特に充実の時は彼の他には相手にしなかった。十歳くらいになってからだろう。牧の力が泳ぎに行こうと菊池雄を誘った。その時はなぎ沢の下屋敷で監督も割合緩やかだった。お昼寝の時抜け出すんですよ。 力はそう言って進めた。彼は牧野の別家にあたる遠藤美の神康時のご難で、中屋敷が同じ浜町にあり、下屋敷もつい四五町離れたところにあった。それで彼だけは通勤でお相手に来るのだが、休息の日には家で飛び回ると見え、いつも何かしら珍しい遊びを覚えてきては教えた。 泳ぎに誘ったのもその一つで、彼はすでに幾度も同じ川で密かに泳いだことがあるというのであった。いい気持ちですよ。流れの速い時は危ないけれど、何でもありゃしない。こういう具合に水を切ってね、すぐ泳げますよ。見つかったらじいに怒られるからね。 そっと抜け出すんですよ。お昼寝の時にそっと。すぐ帰ってくればわかりはしません。大丈夫ですよ。それはかなり強い誘惑であった。青い冷たい水の深みや、波立っている広い川の景色が見える。そこへ頭から飛び込んで、しぶきを上げて泳ぎ回る。 勇ましく抜き手を切って自在に泳ぎ回る自分の姿が想像され、菊池雄は胸がドキドキしたくらいであった。二。力の誘惑に負けて屋敷の外へ抜け出したのは曇っていて風の強い日であった。その付近は大名の下屋敷が点々とあるほか、 何々神殿などという地名の多い全くの田舎であって、田畑や沼地や風よけのソリンが打ち渡して見え、晴れた日には筑波山まではっきり眺められる。対岸は名高い天神社城のある亀戸村で、そっちにはかなり人家が見えるが、川との間には畑や広い草原があり。 子供たちには格好な遊び場になっていた。二人は川に沿ってずっと東へ行った。小なぎ川が中川へ落ちるところに船番所がある。その少し手前まで行って栗林の中に入り、そこで着物を脱ぎにかかった。ちょうど満潮と見えて、水のいっぱいある川の中では、 付近の子供たちが男も女もすっぱだかで、やかましく水を跳ね返しては騒ぎ回っていた。さあ、早くお脱ぎなさいよ。どうしたんです先に素早く裸になった力はこう言って咳立てた。菊池夫は心臓から抜け出してきたので、帯を解けばいいのであった。 その帯はもう解いたのであるが、どうしても着ているものを脱ぐことができない。若様のは壊れてる。こういうささやきが耳の奥の方で聞こえる。そうして今、川で暴れまわっている子供たちの素裸の体を見ると、周知とも嫌悪とも判断のつかない感情に襲われ、着物の前をし しっかりと合わせたまま途方に暮れるのであった。そこへ、東屋という若侍と松尾が駆けつけてきた。それでその冒険は中止になったが、そこまで行って泳げなかった悔しさより、裸にならずに済んだことの方が、菊池雄には遥かに嬉しく、救われたような気持ちであった。 はっきりと自分の体に注意するようになったのは、それから後のことである。もちろん常にというわけではない。ごく時たまのことではあるが、ふとすると、なぎ川で遊んでいた子供たちの、男も女も素裸の体つきが目に浮かぶ。そして、自分の体とのサインを、ひそかにじっと思い比べるのであった。 菊池雄は確かに才のあることを認めた。それはかなり歴然としたものであったが、日の経つに従って印象が薄くなり、彼らの底がどんな風であったか、自分とどのように違っていたかはっきりしなくなった。違うのが当然なんだ。彼らは下民の子供だし。 自分は八万石の大名の世継ぎなのだから、彼らとは全てが違うんだ。こう自分で自分を納得させた。その通りだと思うのだが、それでも一種の不安や周知が次第に根強くなり、その反動のように言葉付きや動作がだんだん粗暴になっていった。その頃はもう松尾は、 庭へあまり出てこず、東屋と柿沼という若侍がついていた。東屋の方はそうでもないが、柿沼大四郎はやかましい男で、つまらないことにもよくムキになって怒った。さようなことを仰せられてはなりません。それは卑しい言葉でございます。おやめなさらぬと、樋口様に申します。 こんな風に言って、目をぎょろっとさせて、赤く膨くれたような顔になるのであった。しばしば、樋口二郎兵衛にも告げ口もするらしかったが、じいの小言は穏やかで、刺したることはないので怖くはなかった。黙れ、渋垣。お前なんぞ、黙ってついていればいいんだ。生意気だぞ。菊池雄は、 どなりつけて殴ったりすることもあった。けれども、半三郎に注意される場合だけは不思議なくらいに言うことを聞いた。彼は大抵のことは黙って見ている。高い木の枝に登ったりしても、心配そうな目で下からじっと見守っているが、柿沼のようにわめいたり騒いだりしない。 むしろ後になって、高い枝へ登ったらすぐに片足をこう絡めとか、手は親指を離してこう握れ、などと教えてくれる。そしてよほど目に余る時だけ、それも後からそっと注意する。いけません、若様。あれはおやめください。静かな目でこちらを見て、 低い声でそっと言うのである。それを忘れて菊池雄が同じようなことをすると、彼は黙ったまま悲しげに見つめるのであった。その悲しげな表情は類のないもので、菊池雄は泣きたいような気持ちになり、決して三度とは同じ過ちをすることはなかった。菊池雄は七歳の時、 江戸城へ上がって将軍に目見えをした。将軍は痩せた青白い人で何か言って担当をくれた。周りには大勢の人がいたこと、天井が馬鹿げて高かったことなどを覚えている。その他のことは霞に包まれたようで何も思い出すことができない。 その年に妹が生まれた。鶴子という名で、聖母は後に自称院と言われた側室である。この側室は鶴子の下にも二人女子を産んだ。菊千代が十三歳の時、母が亡くなった。上屋敷からの旧死で、菊千代は今臨重というところへ行った。 二年ほど前から描画していて、たびたび見舞いにも来たが、母の態度はいつも冷淡だったし、こちらも愛着がなく、形式的な挨拶をしては帰ったのであるが、臨終の時の印象は忘れることができない。母は君の悪いほど青ざめた、むくんだような顔で苦しそうに喘ぎ、菊池を見ると、 瞳の濁った目を見開き、こちらへ手を差し伸ばした。どうしたのだ握ってあげないのかそばにいた父からせき立てられたので、菊千代は君の悪いのを我慢して、その手を恐る恐る握った。すると母は、ぞっとするほどの力でこちらの指を掴み、もっと大きく目を見張って、 ぜいぜいした声で言った。おかわいそうに、菊様。おかわいそうに。そうして目からぽろぽろ涙をこぼした。菊千代は身の縮まるほど不快で、いやらしくて、早くそこを逃げ出すことばかり考えていた。母の顔などは見ようともせず。 墨の方で老女たちのすすり上げる声さえ、そらぞらしいと思ったくらいであった。母の葬儀が終わり、必要な忌み日が済むまで、菊池代は約三月余り上屋敷にいた。この間に妹たちとかなり親しくなったが、懐いてくる鶴子よりも、かく子という三つの妹が好きで、 そのことだけ一番よく遊んだ。鶴子、貞子、とし子までが自称院の子で、く子はその後間もなく死んだ月称院という側室の子であった。もちろん聖母の違うことで愛情の差をつけたわけではない。かく子は丸るとよく声で、いつも目を糸のようにしてニコニコ笑い、 おぼつかない片言で絶えず面白いことを言う。それが非常に可愛かった。いつか御殿の披露宴で暮れ方の月を見ていた。七日か八日くらいのかけた月であったが、ふと真面目な顔をし、菊池代の方を見上げていった。食べかけでおやめにするのいけないのね。 たあたま、おこご,ごりになるのね。おこご,ごりは、お怒りのことである。そうそう、食べかけはお行儀が悪いね。菊池おはこう言って、頭をなでてやった。かくこは、またしばらく月を眺めていたが、またこちらを見上げ、月を指さしていった。あのお月玉、誰が食べかけたの その時のこちらを振り仰いだ顔。頬が赤く、よく肥えたおちょぼ口を引き締めたしかつべらしい顔は忘れることができない。その後も欠けた月を見るたびに、菊池雄はよくその時のことを思い出すのであった。中屋敷へ帰るとしばらくして、剣術と柔術はやめることになり、 変わって、薙刀の稽古を始めた。学問も我が国に変わった。父の命令だということであるが、他のものはとにかく、柔術だけは続けてやりたかった。それで隙を見ては、半三郎を誘ってもみ合った。ギャワラは禁じられたのですから、見つかるとお咎めを受けますから。 半三郎はそんな風に言って、なるべく避けようとしたし、稽古ぶりもごく軽くなった。菊千代としては、彼の厳しい極め手が好きで、投げられたり抑え込まれたりすると、相撲の時とは段違いな心よさを感じる。ことにその自分、半三郎の体に、一種のかぐわしい匂いが出始めて、 揉み合って汗をかくと、それが一層強くなる。激しく体をぶっつけたり、押さえ込まれる時などは、その匂いで蒸せるような感じになった。どうしてこんなに若の体はふにゃふにゃしているんだろう。お前は背もずんずん伸びるし、手足もこんなに硬くなる。菊千代は自分の腕や足を掴んでみながら、 たびたび半三郎のそれと比べてみて。それは体質というものがありますから。半三郎はそんな時言葉を濁して。体質もあるし、年も違いますし、それにやはり何と言ってもゴミ分が。もういい。わかったよ。何か言うとすぐゴミ分だ。たくさんだよ。 こんな問答になると、ハンザブローはいかにも困ったような顔をする。彼はもう15歳くらいになっていたが、背丈も高く、たくましい体つきで、毛の多い太ちと見え、すねにも毛が生えていたし、鼻の下にもまばらに産毛が出た。体に比べて顔は小さく、な長で線がキリッとしまって、 よく澄んだ考え深そうな目といつも濡れたように赤い唇とに特徴があった。それが困ったような表情になるのを見ると、菊池雄は言いようのない激しい感情をそそられる。いきなり抱きついて泣くか、もっと意地悪くやり込めるか、どっちにしても彼の本心と直に触れたいという、 じりじりした気持ちになるのであった。それからおよそ二年くらいの間、菊池夫の半三郎に対する感情は絶えず動揺し、一日中そばに引きつけておくかと思うと、三日も四日も顔を見たくない。声も聞きたくない。わざと彼の見ている前で、他のものと親しくしてみせたり、叱りつけたりする。 自分でも理由はわからないのだが、そんな風な気分の村が常に起伏を続けて。三。十五歳の年の晩秋のことである。中屋敷から馬で、向こう島、亀戸天神を回って、下屋敷まで遠乗りが許された。距離は差したることはない。 遠乗りなどというほどのものではないが、屋敷から外へ出ることが珍しく、勇み立って出かけた。先頭が輪島という中老の侍。菊千代の後ろに竹中春竹という馬術の師範が続き、その後に学友が五人。無論その中には半三郎もいた。 向こう島の木墓寺で休息し命じてあったと見える坂を食べて出たそこから小梅を通って亀戸へ向かったのだが枯れの道へかかった時右側にある田川の枯れ足の茂みからイタチとも川嘘とも見えるかなり大きな獣が突然飛び出してきて道を横切った。 これに驚いたのだろう。先頭の輪島の馬が高くいなないて棒立ちになった。輪島は巧みに手綱をさばいて乗り沈めたが、すぐ後ろにいた菊千代の馬はもっと驚愕し、大きく跳躍すると輪島の馬の脇をすり抜けて狂ったように失踪し始めた。 後ろで何か叫ぶ声がした。誰か追ってくるらしい。だが菊池夫は目のくらむような気持ちで、手綱を絞ることも、靴輪を締めることも思い浮かばず、今落ちるか、今か、とただ夢中で歯を食いしばっていた。どのくらい走ったものか、気がつくと、竹中師範と半沢のとが、 左右から馬を寄せてこちらに来、こちらの乗馬を挟むようにして広い草原の中へ追い込み、なお狂い出ようとするのを左右から押さえ押さえ、草原の端にある寺の池垣のところでようやく止めた。半三郎は素早く来て靴輪を研い、あぶみを押さえた。彼は 真っ青な引きつったような顔で汗みずくになり激しくあえいでいた。菊千代は馬から降りると足がふらふらし吐き気を感じたのでそのまま枯れ草の上へ腰を下ろした。輪島や師範がしきりに詫びを言いそこへまた遅れた学友たちが乗りつけた。 もういい。何でもない。菊池雄はうるさくなって手を振って。少し休むからみんな離れてくれ。半三郎がいればよい。みんなはすぐには動こうとしなかった。菊池雄は顔を上げて例のない鋭い目で彼らをにらんだ。それでようやくみんなそこを離れ。 草原の中ほどへ行って、馬と人とでこちらを隠すようにした。菊千代は失禁したのである。馬が止まった途端、温かいものがかなり多量に底を濡らすのを感じた。今もそれが気味悪く内ももの肌に感じられるのである。 ご気分が終わるございますか気分も悪い。吐きそうな気分だ。しかし、これは収まるだろう。お薬を召しましょうかいや、薬はいらない。大丈夫だ。早くこの不愉快なものの始末をしたい。そのために、みんなを遠ざけたのであるが。 さて、半三郎と二人きりになると、どう言って説明していいかわからず、到底口にすることができないような気持ちになった。冷えるといけません。おしきください。半三郎も同点していたのだろう。ふと気づいて馬乗り羽織を脱いだ。いや、かまわない。こうしていればいい。 菊池雄は怒ったように顔を背けた。少しこうしていればすぐに帰れるから。それを敷けば汚れるであろう。半三郎の前からさえ逃げ出したくなった。これまではこんなことで気を使った試しもない。五殿にばかりいたせいでもあるが、お川の不条の始末さえ、 松尾にさせてきた。それが今はまるで違う。あんな異常な出来事があったのだから、粗相をするくらいはさして気にすることもない。あっさり言ってしまえばいい。そうわかっていて、しかしどうにも言い出すことができなかった。お屋敷は地獄ございます。およろしければ、お籠を命じましょう。 お顔色が悪うございますから、そう致す方が。いや、大丈夫だ。もうすぐ治る。菊千代は、こう言って目をつむって。どうやら吐き気は収まったが、腰から大腿部へかけて骨がだるいような、痛いような、重苦しい嫌な気持ちである。 馬が失踪したとき、どこか痛めたのではないか。ふとそんな疑いが起こって、気がついてみると、腹のあたりも痛いようだ。その上全身がわけもなくだるい。菊池雄は急に不安になり、イライラした声で、帰る、と言うと、立って大股に馬の方へ行った。 後ろで半三郎が、あっと言った。ごく低い、ほとんど息の音だけであったが、神経が過敏になっているので、菊池夫はそれを聞き逃さなかった。おそらく、湿気の汚れを見つけたのであろう。だが菊池夫は、もうそれには構わず、怒ったような歩きぶりで行って、 市販の海沿する馬へ乗り、輪島の先頭で下屋敷へ向かった。四。それから丸十日の間、菊池夫は寝間にこもりきりで誰にも会わなかった。父が見舞いに来た時も、父をさえ寝舞い入れなかった。自分は女であった。 男ではなかった。自分は女であった。同じことを繰り返しながら、ヤグの中で転々と身もだをし、突然起きて泣いた。二三日は食事もせず、水ばかり飲んでいた。気が高ぶってくると、自分で自分を制することができない。物を壊したり、 寝巻きを引き裂いたり、そうして父や母や周りの者みんなに対して呪いの叫びをあげた。みんなお家のためでございますから、古くからの言い伝えで、そうしなければならなかったのでございますから。松尾は一緒に泣きながら、そして不条の始末に絶えず気を配りながら、 夜もほとんど眠らずについていた。決してそんなにご心配遊ばすことはございません。お世継ぎさえご出世になれば、それですぐにお姫様におなり遊ばすのですもの。お嘆き遊ばすことは少しもございませんですよ。聞きたくない。うるさい。黙ってくれ。 菊池雄はこう叫んで、松尾に物を投げつけたことさえあった。自分の忌まわしく呪わしい立場は誰にもわかってもらえない。松尾にも理解できないようだ。それが救いがたいほど菊池雄を孤独感に突き落とし、絶望的にさせた。 自分は女であるのに、女として生まれてきたのに、それを男と偽って育てられた。今でも自分は男の気持ちでいる。だが、体は女として成長しているのだ。一体自分は女なのか、それとも男なのか。こうして、やがて菊池を疲れた。 暴れることにも、泣くことにも疲れ、思い悩むことにも疲れて、虚脱したようにおとなしくなった。食事も少しずつ取るようになり、拒んでいた医者の診察も許した。馬の失踪という出来事のために、所長としては多量であったが、体には異常のないこと。今後も、 暗ずるようなことはないだろうという診断であった。その報告を聞いたからであろう。診察のあった翌日に父が来た。この間は大層激凛だったな。定長はこう言って笑いながら自分から菊池雄の居間へ入ってきた。菊池雄は 顔が赤くなるのが分かった。腹立たしいほど恥ずかしくて、どうしても目を上げることができず、泣き出しそうで口も聞けなかった。話すりがなかったので、さぞ驚いたろうと思うが、これには訳があるし、もともとそんなにうろたえ、騒ぐほどのことではないのだ。さだながは、 気軽な口ぶりでその理由というのを語った。牧野家には古くから初めに女子が生まれたら、それを男として育てるという家訓のようなものがあった。そうすれば必ず後に男子が生まれるというので、これまでにもそうした例が実際にあり、そのままずっと伝承されてきた。 当時貴族、大名の中には、こういう類の家風が稀ではなかったらしい。女子が七人生まれれば、その一人を仏門に入れるとか、当主は決して性質を迎えてはならないとか、養子をする場合は必ず辰巳の方角から選べとか、かなり有名なものでも、死後の例はすぐに挙げることができる。 和歌の大叔母様にあたる方などは、二十歳まで男でおいでなされた。それからおじい様が生まれて、松平円周家をおしなされたくらいだ。これが牧野の伝統なのだが。定長はこう言って菊池王を見て。もし和歌にその気があれば、女にならず、男で一生を通すこともできる。 これはずっと前から考えていたのだが、大名の家でも女というものは色々束縛が多い。馬鹿なようなものでも夫として仕え、窮屈な思いをして一生を送らなければならない。男だからといって、こういう身分であればさしての放図なことができるわけでもないが、 何と言っても女よりは自由だし、ある程度までは好きなように生きていける。どちらでもよい。そのうちに分別がついたらまた相談しよう。本当に男のままでいられるのですか。若が望みさえすれば造作もないことだ。でも、 あとに弟が生まれましたら、牧野を継ぐのではない。文法をするのだ。世継ぎは必ず生まれる。案外早く生まれるかもしれない。定長は確信ありげにそう言った。また文法とは、所領のうちから適当な高を分けて、それに相当した家来をもって、 生涯独立の立て主となることだと説明した。菊池夫は父には何とも返事をしなかった。心の中では男として生きようと思ったが、体が明らかに女であるという意識。それも全く唐突に割り込んできた意識のために、将来はとにかく現在のことすら、 どう身を処していいか判断がつかなかったのである。気持ちが落ち着いて平常通り寝起きをするようになっても気鬱といって奥からは出なかった。身の回りのことは松尾にさせ会うのは樋口次郎兵衛一人である。庭も折戸を閉めて侍たちの 奥庭へ入ることはもちろん、中庭から覗くことさえ禁じた。じいとお前のほかに、若が女だということを知っているのは誰と誰だ。あるよ、菊池雄は、こう松尾に聞いた。松尾は、考えるまでもなく名を挙げた。父と亡くなった母と、 じいと、取り上げた老女、江戸国元の両画廊。その他に、決して知っているものはないということであった。何より講義へもお届けいたしますので、かようなことが漏れましては、お家の大事にもなりかねませんのですから。では、和歌の相手に上がっていた者たちも、知ってはいないのだね。 それは申すまでもございません。松尾はそこで思い出したように言った。お忘れでございましょうか。いつぞやご別けの力様とお屋敷を抜けて泳ぎにおいで遊ばしましたことがございました。うん。そんなことがあったね。力様がお誘い遊ばしたそうですが。 もし若様が女であらっしゃるとご存知ならば、よもや力様もお誘いはなさらなかったでございましょう。その時のことを菊池雄はありありと思い出した。そうだ、力は自分に早く裸になれと言ったが、その態度にはごく自然で好奇心めいたものは何もなかった。 宗家別家の関係にある力でさえ知ってはいなかったのだ。彼らが自分を男だと信じていたことは間違いがないだろう。ただし例外はある。六歳の年の夏、池へ入って魚を追い回していたとき。バカちゃまの壊れてる。こう叫んだ子がいた。 その日のうちに屋敷から追われたが、あの子は知っているかもしれない。それともう一人、杉村半三郎。どう遊ばしました松尾がびっくりしたようにこちらを見た。半三郎を思い浮かべたとき、ばれ知らず声を上げたらしい。 菊池雄は、かぶりを振って黙って、立って庭へ出て行った。彼は、生かしてはおけない。それからというものは、菊池雄は、絶えずそのことを思いつめていた。どうしても彼は死ななければならない。あの不謹慎な子が暴言を口にしたとき、ハンザブロウは、 袴のまま飛び込んできて、あの子を叱って突き飛ばし、自分を抱くようにして池から助け上げた。あの時の彼の態度には、肘を守ろうとする無気なものがあった。それ以来、ずっと今日までの日常のこまごました点。彼の眼差しや虚嘘。 全てがそれを証明しているではないか。いつも彼は自分を女として見、女として扱ってきた。最も決定的なことは遠乗りの日の出来事である。菊千代が失禁だと思い誤った、あの着衣の汚れを彼はその目で見た。 まだ菊池雄自身が気づかないうち、後ろから彼はそれを見たのである。その時漏らした彼の低い叫びも菊池雄の耳には残っている。生かしてはおけない。どうしても。こうつぶやきながら、ぞっと身を縮めて、さらに菊池雄は思い出すのであった。 彼女はこれまで常に半三郎と相撲を取り、柔術の稽古をした。彼に投げられ、組み合って倒れ、激しく抑え込まれたとき、彼女は一種の強い心良さを感じた。それで好んで彼一人を相手に選んだ。彼でなければその心良さは、 味わえなかったから。けれどもその時、半三郎は知っていたのだ。自分が女であるということを、知っていて自分をあのように組みしき、全身で抑え込んだのだ。はあどうしよう。菊千代は両手で顔を覆ってうめく。それを思い出す旅ごとに、 憤怒と羞恥との入り混じった、身を裂かれるような激しい感情に襲われ、顔を覆ってうめくのであった。五。父は案外早く弟が生まれるかもしれないと言った。それにはやはり根拠があったものと見え、年が明けると間もなく男の子が生まれた。 聖母は後に聖樹院と言われた側室で、この人が定長の生涯良き伴侶となったのである。生まれた子は亀千代と名付けられたが、成長して父の後を継いだ越後の神貞沖は彼である。弟が生まれたということを聞いてから、菊千代は男として生きる決心がついた。 そうして、二月初めの春寒というにふさわしい、ひどくいてる日のことであったが、彼女は中屋敷の書院へ出て半三郎を呼び、人払いをした。杉村半三郎はもう十八歳で、無論元服しているし、長身の痩せ型ではあるが、骨組みのたくましい、 凛とした青年になっていた。わずかに数ヶ月会わなかっただけであるが、菊池代には見違えるような感じだった。体格に比べてやや小さい頭部の引き締まった重長な,な顔に、濃い眉と相変わらず濡れたように赤い唇とが目を引く。菊池代は、 いきなり彼の胸へ飛びつきたいような衝動に駆られた。ほとんど身が浮きそうになった。しかしそれはたちまち激しい憎悪に変わり、膝の上の手が震え出した。今日は聞きたいことがあって呼んだのだ。いらぬことは申すには及ばない。身が聞くごとに返事だけすればよい。 菊千代はできるだけ冷ややかに言った。その方、菊千代が男であるか女であるか知っているであろうな。恐れながら、返事だけ申せ、知っているかどうか。半三郎は両手をついたまま黙っていた。この部屋へ入ってから彼はまだ一度もこちらを見ない。 青いほど澄んだ白石の表を伏せ何かを耐え忍ぶとでも言うように固く口を引き結んでいた「返事をせぬか半三郎」菊池雄は震えながら叫んだ「その方菊池雄を若年と見て侮るのか」「恐れながら決してさような」 ではモーせ、返事を聞こう。恐れながら、そればかりは、ほとんどつぶやくような声であった。菊池雄は全身の血が火になるような怒りを感じ、我知らず膝が前へ出た。言えないというのは知っているからだな。半三郎。 表を上げて菊池夫を見よ。この目を見るのだ、半三郎。表を上げぬか。彼は静かに顔を上げた。菊池夫はその目をとめるように見ながら言った。菊池夫が,が女だということを、その方、知っていたのだな。はい。 目を伏せるな。そして、はじめから知っていたことだな。半三郎の目が、しっかりと答えるのを認めて、菊池夫は一瞬不思議な感覚に包まれた。それは、絶望的な歓喜とでも言おうか、苦痛と快感とが複合した、しびれるような感じのものであった。 もし彼が知っていなかったとすれば、生かしておいてもよい。生きていて欲しいという気持ちは十分にある。その場合は、こちらから自分が女だったということを打ち明けて、おそらくは泣いて彼に取りすがったであろう。しかし彼は知っていた。それは菊千代にとっては、両軸に等しい。 彼は自分にとってただ一人のものだ。だが彼を生かしておいてはならない。ごく短い刹那の痺れるような感覚の中で菊池雄はこう思い決め、半三郎、地をよれ、と言った。三度それを繰り返した。半三郎は、 左右の膝でわずかに前へ出た。菊池雄は右手で担当を抜き、すり寄って左の手で半三郎の襟を掴むと力を込めて彼の胸を刺した。半三郎は無抵抗であった。うっという声が喉を塞ぎ、全身の筋肉がけいれんして、 刺し通した担当を激しく食いしめるように思えた。ああ、若、若様。半三郎が叫んだかと思った。しかしそうではなかった。後ろから誰か走ってきて、菊池を抱き止めたのである。それは松尾であった。ご丹漁な、 何を遊ばします話せ話せ菊池雄は松尾をはねのけ、担当を抜いてもう一差し差し通した。それから後のことはよく記憶がない。樋口次郎兵衛が駆けつけてき、松尾が菊池夫を羽交いじめにした。半三郎は前のめりに、 左手を畳につき、右手で胸を押さえて、がっくりと首を垂れていた。抜けて取れそうな襟足と、その姿勢が崩れる瞬間とを見たように思う。気がつくと、常井の間に座っていた。松尾がたらいへ湯を取って、自分の両手を清めてくれていたが、そうしながら、 松尾がひどく震えているので、菊池雄は帰って落ち着きを取り戻した。担当を取ってきてくれ。それから、子孫児たかどうかも。松尾が立ってゆくと、菊池雄は何気なく今清められた手を見ようとして、突然ぞっとし、身震いをしながら目を背けた。 その手が非常にいやらしく、がれたもののように思えたのである。松尾は戻ってきて、囁くように言って、お見事に遊ばしました。菊池夫は脇へ向いてうなずいて、その翌日の午後に父が来た。菊池夫は、 初めて父の怒った顔を見た。幼い自分から怒ったらさぞ恐ろしいだろうとよく想像したものであるが、現に相対して見ると決して恐ろしくはなかった。濃い怒り眉と大きな目と口ひげのあるきっとした口元と、そのままで圧倒的な威厳に満ちているのが、 怒りのために一層際立って、普通なら到底目を上げることはできなかったであろう。けれども菊千代は極めて平静に父の目を見上げた。父の怒りをしのぐものが自分にはある。そういう気持ちであった。なぜ半三郎を成敗した 彼は私を恥ずかしめました。どのようにだどう恥ずかしめたのだ申し上げられません。たとえ家臣なりとも人間一人手にかけて理由が言えぬではすまぬぞ。どのように恥ずかしめたか聞こう。申し上げることはできません。 菊池雄は冷淡に答えた。もしそれですまないのでしたら、菊池雄の命をお召しください。定長は白い歯を見せた。叫ぼうとしたらしい。だが急に表情を変え、むしろ好奇的な目で、まるで初めて見るかのように、じっとかなり長くこちらの顔に見入った。 では、半三郎を手にかけて、少しも食いることはないのだな。半三郎がそれを知っていたと思います。自分でしなければならなかったのか。私がいたさなければなりませんでした。私と彼と二人だけのことでございますから。ながはながとして、 何事か納得したようである。今度のことは叱るべく始末をする。今後は固く慎むようにと言って、そのまま座を立とうとした。菊池夫は言葉を改めて、弟が生まれたのだから、自分は生死の位置を抜けたものと思っていいかと聞いた。三月には、 将軍家の日光ご参拝がある。それが済めば正式に届け出るはずだ。ではそれが済めば、菊池夫の体は好きにいたしてよいのでございますか好きにするとは。菊池夫は生涯男のままで生きたいと思います。 いつぞやお約束の文法のこともいただけるものと思っていてようございましょうか。定長は眉をそめて、どこか痛みでもするように、それから文法のことは意義はないけれども、男でいるかどうかは早急に決める必要はあるまい。なおよく考えてみるようにと言って父は帰っていった。 幕府の方にはどういう形式をとったかはわからないが、4月から牧野家の生死は亀千代に決まり、中屋敷でかなり盛大な疲労の宴があった。菊千代はその時初めて弟を見た。まだ100日に足らない赤子で、髪の毛が濃いのとよく肥えていたということくらいしか覚えがない。 それが弟を見た初めであり、そして終わりであった。それから菊池雄は再び以前の生活に戻った。学問もし、弓や薙刀の稽古もし、馬にも乗って。半三郎がいなくなったほか、周りは皆元の者たちばかりで、菊池雄の秘密については、 誰も知らないらしかったが、半三郎が成敗されたということで、一種の警戒と隔てができ、前のように打ち解けた感じはなくなってしまった。彼らは恐れているのだ。それだけなのだ。気にする必要はない。こう思ったけれども、隔てのできた彼らの様子が、 時に激しく勘に触り、ついすると怒鳴りつけ、罵しり、またしばしば無知をあげるようなことさえあった。悪かった。やりすぎた。後では悔やみながら、やはり同じことを繰り返してしまう。その場になると、自生する力がなくなって、ほとんど無意識に、 乱暴なことをしてしまうのであった。菊池雄は責められなければならぬだろうか。いや、彼女は後に思い返しても、いなということができる。彼女は誰よりも苦しんでいた。十五歳のあの時まで男であると信じ、男として育ってきた。 自然に振る舞っていても、言語動作はそのまま男と見えるに相違ない。しかし菊池雄は、もう自然な気持ちではいられなくなっていた。男であろうとする意識が常に頭にあった。女だということがわかりはしないか。あの目は気づいた目つきではないか。このように、 絶えず神経が尖って、奥にこもっているとき以外は心の緩む暇がなかった。それだけなら時間の問題かもしれない。慣れるに従って緊張も鈍ったであろう。だが彼女の体がそうさせなかった。一日一日と見えるように、体全体が菊池を 裏切り始めたのである。六。滑らかに艶を増していく皮膚。量の多い髪の毛。腰回りから太ももへかけての肉付き。膨らんでくる胸地。菊千代はどんなにその一つ一つを呪ったことだろう。 酒焼きにしても菊池のはそれやとの青さが違う。滑らかに白くてぶよぶよした感じである。眉毛も細く口ひげも生えない。どんなに荒々しくしても手爪先はすんなりと美しくなるばかりだった。そして声がいつまでも彼らのように太くならず。 叫んだりすると、キンキン、カンダかに響いた。まだ硬いしこりのあるチブサは、手で押しても痛む。それをく千代は、さらし木綿で、キリキリと巻き締めた。カミソリを当てれば濃くなるというので、口の周りを毎日のように反らせた。弓、ュミ、なぎなた、乗馬の他に、 また剣術をはじめ、なお,お国庭の菜園で土いじりもした。こうして体を酷使し、食事もできるだけ粗末なものをできる限り少量取った。しかし、そういう努力を長老するかのように、体自体は女としての発達を少しもやめなかった。 古くからの学友を辞めさせ、全く菊池雄を知らない少年を三人、上屋敷からもらった。河合和馬、末次伊之助、伊之守皆同年の14歳であった。この間に学問や武芸の死も交代させ、新たに来た死にもほとんど教授を受けなかった。 三人の少年たちとだけ弓や薙刀の稽古をしたり、馬に乗ったりするほか、次第に部屋へこもるようになった。父の訪ねてくる回数はずっと減った。月に二度は大抵来るが、来ない時もあった。その頃父は若年寄りから老中になっていた。次女を使ったらどうだ これではあまり殺風景ではないか。いいえ、次女はいりません。松尾で用が足りますから。しかし少しは潤いがないといけない。ここはまるで相棒のように見える。従前通り、来ると酒を出し、菊池夫と禅を並べて飲みながら話すが、父は、 昔のように楽しそうではなく、ふとすると、菊池夫の姿から目をそらすようにした。自分の男姿がお気に召さないのだ。それは疑う余地がないと思った。すると、強い反抗心が起こった。自分をこのようにしたのは父ではないか。はじめから、 理由を知らせてくれたのならともかく、十五まで何も教えず、男であることにいささかの疑いも持たなかったものに、いきなり女になることができるであろうか。その上、男で一生暮らすのもよかろうと、父が自ら勧めたのではないか。文法していただけるのは、いつのことでございますか。 反抗心が起こると、菊池雄はよくこう言った。まだ文法してはいただけないのですか。定長は明らかに迷い出したようだ。そう簡単には行かぬとか、考えているとか、もうしばらく待てとか、なかなかはっきりした返事はしなかった。そうして、 菊千代が十八歳になった正月、いつもの例で上屋敷へ修儀に行くと、定長は打ち解けた相談をするという調子で、こちらの面を優しく見ながら言った。やっぱり男で通すつもりか。女になる気はないか。意地を抜いて正直に言ってみないか。 菊千代は父の目を見つめたまま黙っていた。答える必要がなかったのである。今さら何という気持ちだった。定長はその行使に耐えられず、絶望したように目をそらした。牧野家は日立の国笠間寮で八万三千石だった。 菊池雄は二十歳の年、そのうちから八千石分法をしてもらった。浜町の中屋敷と別家東東美の神の屋敷との間に彼女のための屋敷ができまた笠間寮の中山というところに館と領地事務のための役所が建った。新しい屋敷では樋口次郎兵衛が月家老という形で そばにはやはり松尾のほかに女を置かず、近所は三人の少年のうち、最はじけた末継ぐ伊之助をやめて、八島八一という少し鈍感な少年をもらった。八千石の建主ではあるが、任官しないので、公式には最小限の義務しかなく、家臣も江戸と中山の領地を合わせて、 せいぜい四十人を出入りするくらいのものだった。自分の屋敷を持ってから約二年くらい、菊千代は比較的落ち着いた気持ちで過ごした。親族の間では、館の地名を取って中山殿と言われていたが、彼女は父に会う以外は、決して親族と往来しなかった。歌舞伎芝居を見たり、 有芸人を呼んで主演をしたり、市中の盛り場を見て回ったり、笛の稽古をしたりしたのはこの期間のことである。だが笛の他は皆すぐに飽きた。心から引きつけられるようなものは一つもなかった。人の世とはこんなものだろうか。自分で思いつくこと。 周りから勧められること。彼女の身分で可能なことは大抵やってみたが、やってみるに従って失望が大きくなるばかりだった。もっと何かあるはずだ。この胸をドキドキ高鳴らせてくれるような何かが。それともこれが世の中というものなのだろうか。 自分を夢中にさせてくれるようなもの、全身で打ち込めるようなものはないのだろうか。その頃、昌平校の教官で、平松何菓子という学者がいた。陽明を教えたので、学問上を追われたということを聞き、菊千代が彼を招いて老子の講義を聞いた。また、 芝の西願寺へ通って禅も学んでみた。けれども、やはり彼女には縁の遠いもので、どちらもいたずらに反差であり、空想なものにしか思えなかった。こうして平静な時期が経過し、菊池夫は23歳になった。その年の4月のある夜明け、 彼女の全神経をらんさせるような出来事が起こった。初夏の気温の高い未明の新所で、菊池夫は叫び声を上げて目を覚ました。夢だったと思い起きようとしたが、関節や筋がバラバラにほぐれたようで、身動きをすることもできない。それだけではなかった。 夢の中で受けた無法な暴力が自分の体の一部にまだ残っていた。その一部分に受けた暴力が現実であるかのように彼女の意志とは無関係な強い反応を示している。そしてそれは全身を縛り付け、痺れさせ、闘水にまで引き込んでいった。この夢と 夢によって起こった体の反応とが何を意味するか。おぼろげではあるが、菊池代は理解することができた。そして、理解した刹那に、激しい絶望的な自己嫌悪に打ちのめされ、神経発作を起こして泣き叫んだ。屏風を隔てて寝ていた松尾がびっくりして入ってきた。 のいの間からも侍が来ようとしたそうである。それほど異常な叫びだったのだろう。しかし菊池雄は松尾さえ近寄せなかった。来てはいけない。下がれ。下がっておれ。こう叫んで松尾も新所から出て行かせ、一人で転々と泣き、わめき、 心吟したということであった。その発作中の細かいことはよく覚えがない。ただ人に見られてはならないと思い続けたことと、そして次のような声が頭の中で休みなしに聞こえていたことは忘れられなかった。お前は女だ。男ではない。女だ。 お前は女だ。女だ。男ではない。女だ。女だ。二十五歳になって、菊池雄は、笠間寮の中山の館へ移ったが、神経発作を起こした日からそれまでの生活は、少し誇張して言うと、工房そのものであった。古獣は、矢島弥一のほか、 常に15歳までの少年しか使わず、15歳を超えるとすぐに辞めさせた。薙刀、剣術などの稽古には彼らに相手を命じ、心の高ぶっている時にはよく怪我をさせた。一度は相手の少年が臆しているのに苛立って、その少年の腕を薙刀で打ち寄ったことさえあった。 月に一度か、時には続けて二度くらい、あの忌まわしい夢が彼女を恥ずかしめた。そして、その夢の後では、決まって同じ発作を起こして周りの者のを驚かした。このままでは気が狂ってしまう。菊千代はそう思うようになった。 どうしても制御することのできない衝動的な行為が自分でぞっとするほど恐ろしかった。これを続けてゆけば狂人になる。必ず発狂するだろうという気がした。山へ入って静かに暮らそう。江戸にいても慰めはない。四捨て人になって、 山へこもって平安に生活したい。そうすることができれば少なくとも狂人にはならずに済むだろう。それが自分に残された唯一の道だ。菊池雄はこう心を決めて中山へ移ることを父に頼んだ。定長も菊池雄の行状には当惑していたらしい。 ついぞ小言めいたことは言わなかったが、中山へ行きたいと聞くと、周囲を開くといった表情で、それはよかろうとすぐに承知してくれた。幕府への手続きでちょっと暇だったが、二十五歳の年の二月、菊池雄は江戸を経って中山の屋敷へ移った。樋口次郎兵衛は老年なので、 その時、糸間をやり、身近の者では、松尾と矢島八一だけを連れて行った。中山は、笠間の本城からごりばかり離れたところで、館は、なだらかな谷階の丘の上にあった。敷地は五千坪ばかりだろうか。三宝に追事兵を巡らし、 北側は柵になっていて、その後ろは深い森がそのまま山へと続いている。森は斧を入れたこともないように、杉やヒノキの大きな立ち枯れの木も見え、びっしりと干木が茂って、いつもジメジメしていた。そこには狐やタヌキや鹿などが住んでいるというが、風の吹き具合によって、 古い松葉の匂いが館の中まで匂ってきた。また庭を右曲して小さな流れが作ってあったが、それは澄み通った余るほどの水量で、いつも溢れるばかりタプタプと流れていたが、その水は山裾に湧き、森の中を抜けてくるので、秋になると、 種々様々な落ち葉を流れに乗せて運んできた。その中にはまだ菊池代の見たこともない形の、しかも目の覚めるほど美しく紅葉したものがたくさんあって、はじめのうちは幾種類となく拾っては集めたものであった。ち、来てよかった。 本当に来てよかった。移ってきて二年ばかりの間、菊池夫は檻に触れてそう言った。もっと早く来ればよかった。ここなら落ち着いて暮らせる。もう決してみんなを困らせるようなことはしないよ。それは誇張ではなかった。気持ちも明るく、爽やかで、 神経が尖ったり、苛立つようなこともない毎日が、精神でのびのびとしていた。周りに人が少ないので、男であろうとする絶え間ない努力からほとんど解放され、久方ぶりで自由な自分を取り戻した感じだった。前庭には、松や栗や奈良などの林があり、 その端に立つと広い谷階が眺められる。流れの速い川に沿って白い道が遠く山の彼方へと伸びているが、それは笠間から山越しに北陸道へ通じているそうで、しかしあまり人の往来はなく、見かけるのは多く付近の豪村のものであった。菊池雄は い一だけ連れて馬で領内を回ったり、弓を持って森から山へ分け入ったりした。日立人は頑固で意地が強いと聞いていたが、山村の人々にもそういう気風があって、建主と知っても不必要な騒ぎはしない。菊千代はたびたび出先で弁当を使ったが、 ごく貧しい農家などでも、さほど恐れかしこむような風はなかった。二度、三度と立ち寄るうちには、老人などが気楽に世間話を仕掛けたり、また弁当の際や汁を作って出したりした。お口には合いますまいが、召し上がっていただこうと思ってこしらえたですから。 そんな風に言って、塗りの剥げたワや、かけ皿などを並べる。焼き干しの川魚と野菜を煮たもの、味噌汁、古漬けのたくあん、大抵こういったもので、なるほど菊池王の口には合わなかった。ただ彼らの行為を無にしたくないだけで箸をつけたのであるが、慣れれば、 館の料理とは違った風味があり、出されたものは余さず食べるようになった。食べ物になれるに従って、彼らの生活にも慣れていった。一年ばかりの間に立ち寄る家はおよそ決まったが、好んで寄るのは、浪山村の茂平、原の竹地、 安毛村の本郷という三軒であった。これらは皆貧しい小作人で、特に原の武次はひどい生活をしていた。市原和右衛門という名代名主の話によると、竹地夫妻は笠間の人間であって、両者とも昇華育ちであるが、小田舎になったのを許されず、 いろいろと面倒なわけもあって、十年ほど前、ついに二人で駆け落ちをし、この土地へ来て居着いたのだという。この辺では、百姓は冷えを食って三代というくらいで、あの夫婦も、まあ孫の代まで辛抱する気があれば、百姓で食えるようにもなるでしょうが。 和右衛門はそう言ったが、それはそのままで彼ら夫婦の苦しい生活をよく言い表していた。原は館に近かったし、夫妻の身の上を聞いてから多少は好奇心もあって、菊池夫はしげしげ竹次の家へ行った。時には一人で、庭へ歩きに出たまま行くこともあった。 けじも、おいくという妻も、年寄りはずっと老けて見えた。二人の間に、翔太といって七つになる子があるが、親子とも揃って無口で、けれどいつも三人一緒に黙々と働いていた。田でも畑でも、たきぎ切りにゆくにも必ず三人一緒だった。休む暇のない。 その上、慣れない労働と貧窮した暮らしのために疲れ切った風である。恋仲などという生めいた話とは縁の遠い姿であった。彼らが一緒にいるのを見るたびに、巣を追われた雀の親子が身を寄せ合ってじっと寒さをしのいでいるように思え、菊千代は 密かにこうつぶやいたものだ。あの二人は自分たちの恋を悔やんでいるのではないだろうか。自分たちの恋のためにお互いを憎むようなことはないだろうか。その年の秋のある日、それは稲刈りの時期のことであるが、菊千代が彼らの他の近くを歩いていたとき、 タケジと幾トが激しく言い争っているのを見て。菊チオは一人で森から丘へ抜けて、知らない山道を降りてくると偶然彼らの他の脇へ出たのである。タケジとイクだ。二人の高い声と姿を見てすぐに気がつき、我知らず道端の干木の茂みへ身を隠した。 唄は道から一段低いので、夫婦のそばで翔太が泣いているのも見えて。あんたは病人じゃないの。病気の時くらい私がしたっていいじゃないの。私がいくらバカだってもう稲刈りぐらいできますよ。お前をバカだって俺はそんな。 そんなことを言っているんじゃないんだ。いいえ、知ってます。あんたはあたしを何にもできない女だと思ってるんです。桑も鎌も持たせない。き木も背負わせない。肥やしも担がせない。一緒に苦労をしようと言ってきて、あたしはずっとそのつもりで何でもしようと思うのに、あんたにはもう、もう、 私が重荷に,になっているんだわ。やめてくれ。頼むからやめてくれ。泣き出した妻に向かって、け次は哀願するようにこう言った。お前に野良の仕事をさせないのは、決してそんなつもりじゃない。お前にそんなことをさせるのが、俺には辛いんだ。こんな山替え連れてきて、 しなくてもいい苦労をさせて、満足に着ることも食うこともできない。みんな俺の解消なしのためだ。それだけだって俺はすまないと思ってるんだ。そんなことを言われて私が嬉しいと思うの一つのものを分けて食べるのが夫婦なら、苦労だって二人で分け合うのが当たり前じゃないの。 お前は苦労しているじゃないか。俺は、お前の姿を見るたびに、やめてちょうだい。そんなこと、あんた。イクは叫んで夫にすがりつき、身を震わせて泣き、しどろもどろにかきくどいた。すまないのはあたしよ。あたしさえいなければ、あんたはとしまの主人になって、 ばな旦那で暮らせたんだわ。それを、あたしがいたばっかりにこんな、こんな惨めな。もうたくさんだ、おいくん。やめてくれ。もうたくさんだ。あたし、あんたにすまなくって、申し訳なくって。これまでどんなに陰でお詫びを言っていたか知れないわ。 勘忍して、あんた。勘忍して。おいくは夫の胸にしがみついて泣いた。それから二人がどんなふうに言葉を取り交わしたか、どのようにしていさかいが収まったか、菊池雄にはよく思い出すことができない。菊池雄は説明しがたい感動に打たれ。 いつか自分も泣いていた。それが争いではなく、いたわり合いであることがすぐに分かった。けじが病気で寝ているので、おくがそっと抜け出して稲刈りを始めた。それと知ってけじが追ってきて、そんな争い合いになったものらしい。ごくありふれたことなのだろうが、 普段どちらも無口で心に思いながら口に出しては何も言えない。お互いが心の中でお互いに苦労をかける、すまないと思っていた。それが今飾らない言葉で互いの口をついて出たのだ。もっと私に苦労を分けてくれ。 これ以上お前に苦労はさせられない。このやりとりが衝撃のように強く、いつまでも菊池雄の頭に残った。愛情で結ばれた二人の、かばい合い、いたわり支え合おうとする気持ちが、少しの巧みもなく現れている。緊急した惨めな生活は、彼らの恋を打ち砕いたであろう。 しかし、それに代わって、もっと深く、もっと根強い愛が、二人を繋いでいるのだ。さあ、もういい。帰ろう。けじがそう言った。翔太も泣くんじゃない。もう二三日すれば、おとっつぁんも起きるからな。そうしたら、三人で一緒に稲刈りに来よう。 まだ五日や七日遅れたって大丈夫だ。翔太は鎌を持ちな。三人が去ってからややしばらくして、菊池雄は山道を彼らの家とは反対の方へ気の抜けたような足取りで降りていった。頭がぼんやりして胸の奥が熱いようで、足が地面から浮くような感じだった。 かわいそうな菊さん。かわいそうに。菊千代はふとこう呟いた。自分でそう呟いて、その声にびっくりして、立ち止まって周囲を見回した。近くに人の姿は見えなかった。もちろん自分が呟いたのである。なんだろう。 かわいそうなキクさん。どうしてこんな言葉が今突然出たのだろう。何か遠い記憶にありそうだった。けれどもそれが何であるかどうしても思い出せそうにない。キクチオは頭を振って、藪の脇から席に沿った道へと曲がっていった。 館のある丘の裾へ出ると、表の黒門へ行く途中に農家が三軒ある。丘の下の竹やぶや雑木林に囲まれた、じめじめした陰気な一角で、三軒ともすっかり住み古し、ほとんど口かかったあばら屋であるが、その一番道に近い家のものらしい。 物置小屋のようなものの前に、館の侍と下僕とが四五人いて、小裸に何か言っているのが見えた。菊池夫は黙って通り過ぎようとしたが、いやならん、すぐに立ちのけ。こういうのを聞いて足を止めて立ちのけというのは穏やかでないと思った。それで、 つい知らずそっちへ近づいて行ってどうしたかと声をかけた。侍や下僕たちは驚いてそこへ膝をついた。するとその小屋の中にひどく痩せた男が一人じっと神戸を垂れているのが見えた。どうしたのだその男が何かしたのか いろいろうろんなことがございますので、立ちのくように申し渡しているところでございます。うろんなこととはどんなことだ彼は見つけほど前にここへ住み着いたものでございますが、侍の一人がこう説明した。そこは玄太という農夫の物置小屋だったが、七月初旬に少し手入れをして、 その男が住むようになった。玄太の登園のもので、水戸の方で商売をしているが、病弱のため店を人に頼み、しばらく静養するつもりできたのだという。八。私どももそうとばかり思っていましたところ、それが皆嘘で、玄太とは縁もゆかりもなく。 水戸の店というのも、飽きんどと申すのも嘘で、まことは武士らしく、その上病気は老害ということでございます。玄太の妻から漏れたのが、館の下僕に伝わったので、来て問い詰めたところ、返答がはっきりしない。素性がそんな風に怪しいし、老害などという病人では館の近くには置けない。 それで立ち退きを命じているのだということだった。話を聞きながら、菊池夫は男の様子を眺めていた。痩せた骨だった体で、痛々しく肩が尖っている。両手を膝に置いて、深く神戸を垂れた姿勢には、どこやら凛とした線があって、何かよしありげな、という感じが強く来た。 よほどやむを得ない事情があって、病む体でこんなところへ身を隠しているのだろう。菊池夫はこう想像したので、いや、立ちのくには及ばない。許すからここに置いて病気をいたわってやるがよい。弱い人間に無慈悲なことはしないものだ。侍や下僕たちにそう言いつけて、 男の方は見ずにそこを去った。病気をいたわってやれと言ったとき、菊池代はふと竹地夫妻にも援助を与えようと思いついた。そして、明大名主の和右衛門を呼んで、援助はどのようにしたらいいかを相談した。和右衛門はそれには反対であった。 彼らが本当に百姓になるつもりなら、やはり孫の代まで辛抱しなければいけない。ここで脇から助けてやれば、当座は生活が楽になるであろう。しかし、援助が切れた時は元の木阿弥で、そうした例はいくらもある。そんな風に主張した。それはそうでもあろうが、 辛抱して受けるだけの心配はしてやってもよくはないか。菊池雄は逆らわずに、竹地が病人であることを話し、とにかくあだにならない方法で彼らを援助するようにと言った。それから約一年余り、菊池雄は落ち着いた静かな日を送った。竹地には、肥えた田を五段部と、 炭を焼くための山が与えられた。土地が谷階なので、良い電池はあまり多くはない。その御反部は、かずえもんの持ち地で、竹地に作らせるにはかなり無理をしたようであった。玄太の物置にいる男も、病気はさして悪くないと見え、時に歩き回っている姿を見かけるし、 小屋の前を通りかかるとよく薪を割っていた,りした「あの時のことを忘れないのだろう」「歩いて見かけると他を隔てた向こうの道からでも丁重に挨拶するし小屋の周りで何かしているような時にも菊千代が通りかかると必ず敏感に気づいて頭を低く下げて黙礼した」 武家であることは確かだ。菊千代はその身振りを見るたびにそう思った。それも思想の正しい人間にそういない。そして自分ではなるべくそしらぬ顔をして、目立たないように魚や鳥などを時々持って浮かせたり、笠間から月に二度ずつ医者が来ると、立ち寄って、 診察や投薬をするように命じたりした。彼が防犯の老子で、立岡三左衛門という名であることや、老害も年が年だから、多分このまま固まるだろうなどということは、皆その医者から聞いて知ったのである。移ってきて翌年の秋、別家の牧の力が突然中山へ訪ねてきた。 彼はブクブク太って、洒落た口ひげなどを立てて、朝から酒を飲みながら、もう世の中がつまらないから、いっそ絵師にでもなろうかと思うなどと言った。こんなことを申し上げてはあれですが、ちょっと悪い女に引っかかりましてね。私もだいぶひどい目に遭いましたが、子供ができたなんて言い出したりしましてね。 誰の子だか分かりゃしないんですが、それでまあ、その、あれなんです。その方の始末をする間、江戸にいない方がよかろうということで、実は大笑いの方面を回ったりしたんですが、ひょいとこちらの館を思い出したもんでね。ご祝儀だけでも申し上げなければなるまいというわけで参上した。 つまりそんなようなことで、実のところもうなってないようなものなんですが、そんなこんなでまあ、やっぱり絵でも描いて行こうかと思わざるを得ないですよ。力はいつか滞在した。その間酒ばかり飲んで、いかがわしい歌を歌い、ここには色っぽい腰元などいないですか。 などと松尾に言ったりした。これだけの館で腰元がいないというのは寂しいですな第一まだ殿様が独り身でいるというのがおかしい。私はそこは遠慮なく申し上げるたちですが奥方をお迎えにならんとすればですね。もしそうとすればですね。 これははっきり言いますけれど、やっぱりそこは、綺麗なのを死後に、おそばへ置かなければいけないと思う。これは自然に反しますよ。私は断じて。酔うと、きたまま心臓へ潜り込み、目が覚めるとすぐに酒である。菊池雄は、二度ばかり相手になってやっただけで、あとは帰るまで、 松尾に任せきりだった矢島弥一は初めて力を見るのでその傍若無人な有様にはひどく驚いたらしいけれども力の言葉には感じるところもあったふうで「どうもやはりこれは差し出がましゅうございますけれどもこれはやはり」。 奥方をお迎え遊ばしませぬと、いつもの鈍感な調子でそう言い出した。それは力が去って五六日経ったある日、二人で丘の上を歩いている時のことであった。お前の気にすることではない。菊千代は脇を向いたまま冷ややかに言った。 それはもう仰せの通りですが。弥一はもそもそ口ごもったが、やがてまた。ご両分のものなども、そのことでお噂をいたしておりまするし。寮内の者が何か言っているのか。そこはどうしても下民のことでございますから、いろいろと愚にもつかぬことを。 もちろんご心配申し上げてのことでございますが。もうよせと叱りつけようとしたが、菊千代はそのまま黙って歩いた。八千石の盾主で、二十六歳で、まだ結婚もせず、若い次女も置かないとすれば、寮内の者たちが不審に思うのは当然かもしれない。 彼らはどんな噂をしているか。こう考えると、およそ不清潔なものが想像され、ぞっと肌寒くなる感じだった。その不愉快な気持ちから逃げるように、ちょうどいつかの道に差し掛かったので、菊千代はかなり急な細い坂を足早に竹地の家の方へ降りていった。 いつか夫妻の言い争っていた田はもう稲が刈り取られた後で刈り株がきれいに並びしきりにスズメが落ち葉をついばんでいた菊池雄があの時身を隠した寒木の茂みは去年より竹も伸び枝を広げてその枝に混じって野茨の赤い実が美しく光って見えた 彼女はそこで立ち止まって、しんとしたかり田を眺め回した。しっとりと柔らかく乾いた田の土。きれいに揃った刈り株。そこにけじやおいくやうたの姿が見えるようである。新しくこえた五段部の田を作り、冬には炭を焼いて、 互いにいたわり支え合って三人で幸福に生きているであろう。今現に彼らは三人で一緒に危機と働いているに違いない。身も心もぴったりと寄り合った親子三人のむつまじい楽しげな姿。菊千代はふと泣きたいような感情に誘われ、 無意識に口の中で呟いた。かわいそうなキクさん。かわいそうに。全く意識しないつぶやきであった。今度も自分でびっくりしたが、その刹那にありありと思い出した。それは母の言葉であった。母が亡くなるとき。 菊池雄の手を握って涙をこぼしながら言った言葉である。おかわいそうに、菊さん、おかわいそうに。菊池雄は危うくうめきそうになった。母の顔はよく思い出せないが、むくんだような方にこぼれ落ちた涙や、わびるような、祈るようなその声は、 まざまざと記憶から蘇ってきた。自分の手を握った痛いほどの力も、そのまま自分の手に残っているようだ。おかわいそうな菊さん。母の言葉の意味が初めてわかる。自分が神屋敷へ訪ねて行っても、どこかよそよそしくて、自分の姿から目をそらすようにして 母は自分の男姿を見るに耐えなかったのだ。家の古い伝承には従わなければならない。しかし初めて産んだ娘が男として育てられるのを母は平気では見ていられなかった。いつも哀れがり、かわいそうだと思っていたのだ。お母様。 菊池雄は目をつぶって心の中でそう呼びかけて自分はなぜ母の言葉を思い出したか。14年も前のしかもその時は訳もわからず、ただ君が悪いとしか感じなかったことをなぜ突然に思い出したか。今菊池雄には理解することができる。 それは竹地夫妻のいたわり愛し合う姿を見たからなのだ。そのように深く夫に愛されているお育の姿を見たからである。自分はかつてそのように愛されたことがない。主従の関係はあるけれども、女としては一度も誰からも愛されなかった。 おそらくはこれからも愛されることはないだろう自分では意識せずにそう思いそして記憶の底に隠れていた母の言葉をばれ知らずつぶやいたに違いないそうだかわいそうな菊池を。その年の冬を越す間菊池雄は鬱陶しいような 元気のない日々を送った。九。中山へ来てからの静かな落ち着いた生活が終わった。年が明けて春の近づく頃から、菊千代はまた気持ちがイライラし、勘が高ぶって、冷月の触りの前後には、再びあの忌まわしい夢を見るようになった。 何の理由もなく、請求に妙大名主を呼んで、竹次への援助はやめる、もうかまうな、などと怒り声で言ったり、また自分一人でいきなり立岡三左衛門の小屋へ行き、こんなところでは不自由であろう、屋敷へ来て養生するがよい、申しつけておくから、そんなことを言い出したりした。 思いつくことが衝動的で、しかもそれが抑制できない。何でも即座に思うようにやってしまう。ドッキで半日も遠乗りをして、そこがもう臨判ンンであることを知らずに咎められたり、無法にかけさせて乗馬の足をくじかせたりした。薙刀の稽古を始めて、八一の他に相手がなく、 八一はまた相手には不足なので、庭木の枝を叩き折って回り、腕の筋を違えるようなこともあった。竹二のことは後から使いで取り消し、援助を続けるようにと言ってあったが、縦岡の方は命じてしまったので、侍たちが行って彼を館へ引き取った。これは菊千代は知らなかったが、 ある日森の柵のところで不意に彼と出会いびっくりして顔を眺めたおおこれは立岡もひどく老狽した様子で後ろへ下がりながら抵当したお情けを持ちましてご邸内に住まわせていただいております突然お目を怪我しましてまことに。 そして抵当したまま逃げるように侍長屋の方へ去っていった。その背丈の高い肩のかがんだような後ろ姿を見やりながら、菊池雄は呼び止めて話しかけたいという強い誘惑にそそられた。彼が玄太の小屋にいる自分から一度身の上を聞きたいと思った。そればかりでなく、ふとすると、 彼となら打ち解けた話ができそうに思えた。素性を隠して、こんな山の中へ逃れてきて、ひっそりと病を養っている。訪ねてくるものもないらしい。家族などもあるのかないのか。その孤独な姿には、菊池夫と共通するものがある。それが心を引くのであろう。 柵のそばで出会ってから後もしばしば館の内外で見かけることがあった。今日は呼びかけてやろう。そう思うのであるが三左衛門はひどく恐縮する様子でいつもこちらを避けるようにただ抵当して去るのが決まりだった。三月になって間もなく笠間の城から使いがあり、 父が訪ねてきた。友は十人ばかりだったが、カゴがいくつもついてきて、若い腰元が五人と、その持ち物が運び込まれた。このありさまを見ると、菊千代はすぐに別家の力を思い出し、侮辱されたように腹が立った。彼女が直感した通り、力は帰って、 こちらの生活ぶりを父に話したらしく、相変わらず相帽のような暮らしをしているというではないか。もっと気楽にしてはどうだ。久方ぶりの対面に父はすぐこう言って、小さくとも建主となれば、これはこれで一条の主と言える。人間は、 その身分に応じた生き方をしなければならない。もう少し管轄な気持ちになって楽しむことは楽しんで生きなければ。後で悔やんでも若い日を取り戻すことはできないぞ。菊池雄は黙って聞いていた。世間で楽しみと言われていることは江戸で大抵やってみた。けれども、 心から自分を慰め、楽しませてくれたものはない。中山へ来たのはイント遁ンである。よ捨て人になるつもりで来たのだ。父もそれを知っていたはずなのに、今更なぜこんなことを言うのか。そういう気持ちであった。連れてきた五人はそれぞれ芸達者だ。 中でも足跡申すのが、木橋も効くし、またいろいろ世間も知っているので、相手には面白いであろう。まず、ともかくも披露させよう。それから主演になった。腰元たちは、美しく化粧して、着飾って、箏、三味線、笛、鼓など、それぞれの芸を見せ、歌も歌い、 踊りも踊った。足屋というのはもう二十二三であろう。小柄のキリッと締まった体つきで、顔形もよく、立ちの動作もキビキビしていた。得意なのは鼓らしいが、ことも笛も巧みである。そして他の四人を自在に指揮して、主演の席を 絶えず明かさせないように、行き届いた心配りを見せて。笠間に訴訟があってきたので、暇がないからと言い訳のように断って、父は一夜だけ泊まると帰っていった。10。腰元たちが来て、20日余りは確かに身の回りが華やいで、賑やかでもあるし、 気が紛れた。父によく言いつけられたと見え、足屋はほとんどつきぎりだった。性分もよほど敏感なのだろう。絶えずそばにいて、菊池雄の望むことは大抵先へ先へと回ってした。だが菊池雄は、やがて飽きて疲れてさえ来た。 そんな年頃の娘たちと一緒に暮らしたことは初めてで、美しく化粧をし、着飾った姿を見ると、珍しくもあり、目の楽しみでもあった。みんなで話をさせて、久しぶりの江戸言葉で、馬鹿げたような単愛のない話をするのについ笑ったこともある。しかしそれは20日ばかりのことであった。 やがて化粧の香料の強い匂いが鼻につき、若い体の生めいた姿が目障りになった。やいち、馬を出してくれ。彼女たちが巣五六番などを持ってくるのを見て、突然そこを逃げ出して、袴も変えず馬で飛び出すようなことがしばしばになった。 夕下は小坂森と決まったようで黙っていれば老けるまで弾いたり歌ったり踊ったりするそれもうるさくなるばかりで叱りつけてやめさせるかさっさと席を去るようになったこれからは申しつけるまで音曲は無用だまた身の回りのことは松尾にさせるから呼ばぬ限りは出てこないように ある日、どうにも勘が立ったので、足屋に向かって厳しくそう言った。それは3月下旬の昼から気温の高いムシムシする日だった。足屋にそう言い渡した後、弥一を連れて両分外れの方まで歩き回り、さすがに疲れ切って帰ってきた。食事をした後、もう一度湯を浴び、 心情へ入ったのが九時頃であろう。暑いので一度目が覚め、掛けやぐを変えさせようと思ったが、昼の疲れであろう。全身がひどくだるく、その上眠くもあるので、声を出すのもおっくうになり、ついそのまま眠ってしまった。どのくらい眠ったかわからない。 誰かに呼び起こされているような感じでうとうとしているといつかしらあの忌まわしい夢の中へ引き込まれた。ああ、いけない。いけない。身をもだえながらその夢から逃れようとして思わず叫んだ。その声で目は覚めたが同時に自分が誰かに抱かれているのを知った。 夢だ。まだ夢を見ている。こう思ったが夢ではなかった。柔らかい、熱いような肌が自分の肌をぴったりと押し付けている。そうしてすぐ耳のそばで、あえぐようなかすれたささやき声がした。そのままじっとしておいで遊ばせ。じっとして。 何もお考えなさらないで、そのままじっと。もう少しお見足を。足屋の声であった。彼女の体と手足の動作で、菊池雄は自分が恥ずかしめられているということを感じた。その体と手足を振り払わなくてはならない。突き抜けなければならない。こう思った。 けれどもそれは全く不可能であった。足屋の動作は、菊池代の全身を麻痺させ、頭まで痺れさせた。固くつむった目の前に、光彩のような光が飛び交い、いつか夢中で自分から足屋に抱きついてさえいたようだ。お姫様とだけ、お姫様と私と、 二人だけ。アシ屋アは、上ずった声で、菊チオの耳へ口を寄せて囁き、そして埋めいた。その他には誰にも、誰にも決して、お姫様、私のお姫様、どうぞいつまでも。その夜の経験の細かい部分はよくわからない。 ただ呼び覚まされた感覚だけは足屋の無礼を証明するかのように朝まで反復して菊池雄を襲った。松尾が起きる時刻を知らせに来たとき、菊池雄は顔を背けたまま気分が悪いと言った。体全体がだるく頭に泥でも詰まったような感じだった。 おそらく醜い顔をしているであろう。誰にも会いたくないし、このままどこかへ行ってしまいたいような気持ちだった。そうしてまた眠ったらしい。今度ははっきり目が覚め、夜半の経験が夢ではなく、現実に足屋の恥ずかしめを受けたのだということ。それが異常な感覚として、 現に自分の体に残っていることを認めた。芦屋、あの女め。菊池雄はさっと青くなった。芦屋は自分が女であることも知った。生かしてはおけない。どうしても生かしておいては。菊池雄は輪を振って松尾を呼び、着替えをしてから、 足屋に参れと言え、こう言って刀を取った。足屋はすぐに来て、こびた笑い顔でこちらを見上げた。ふすま際に手をついている。お召しでございますか入れ。菊池夫がそう言ったとき、足屋はとっさに危険を感じたらしい。入ろうとした姿勢が、 そのまま逃げ腰になった。おのれ、逃げるか菊池夫は、こう叫んで刀を抜いた。足屋は身を翻し、次の間から廊下、そして庭へと走り出た。菊池夫は、刀を右手に追って出た。後ろで松尾が何か叫び、わらわら人の騒ぎ立つのが聞こえた。待て 逃げようとて逃がしはせぬぞ菊池雄は絶叫した。足屋は裾を乱し、狂気のように悲鳴を上げた。髪もほどけた。一度庭を流れている水へ落ち込み、裾が濡れたので栗林のところで激しく倒れた。距離は十歩ほどである。足屋は笛のような声を上げ、 羽を着て座って、絶え絶えにあえぎながら、大きく目を見張って、送信したようにこちらを見た。その顔、その手で。菊池代は歯を食いしばりながら、刀を振りかざしてまっすぐに行った。すると不意に、横から粒手のように走ってきて、お待ちください。ご丹漁でございます。 こう叫びながら立ちふさがるものがあった。菊池雄は逆上したように刀を振り、「止めるな切らねばならぬどけお待ちくださいどうぞ気を沈めくださいどかぬと切るぞ!」。菊池雄は刀を振り上げた。すると立ちふさがった男は両手を着物の襟にかけ、それをぐっと と左右に開いて自分の裸の胸を見せた。おきり遊ばせ、いざ。そしてすぐに襟を合わせた。その胸の、菊池雄はくらくらとめまいに襲われた。お前は誰だ、お前は。その一瞬に過去のあらゆる記憶が 内発する現像のように頭の中で明滅した。だがそれが何の意味であるかわからぬうちに体を渦に巻かれるような感じで混沌した。寝間へ運ばれるとすぐ気がついたようだ。けれども激しい神経発作を起こし、点々と転げ回ったり、着ているものを引き裂いたり、 叫んだり泣きわめいたりしたという。あの女を生かしてはおけない。足屋を切れ。すぐ庭へ引き出して切ってしまえ。狂気のように叫び続けたのを自分でもおぼろげに覚えている。それと同時に、そのように泣き叫びながら頭の中では記憶の幻影を追っていた。池が見え。 広い五点が見え、不意に視界が赤い色で潰され、動詞の講義をする男が現れた。共本する馬の背にしがみついている自分、カンプリと誰かの呼ぶ声がし、水の中を魚が素ばしこく逃げる。そしてまた五点の暗い部屋。その部屋が歌舞伎芝居の舞台になり、 その舞台の上を猫のような見知らぬ動物が横に走った。そしてこれらの変転する現像の背景のように古い二つの傷跡のある男の胸部が明るく暗く捉え難いもどかしさで絶えず見えたり消えたりした。痩せて青白い男のあらわな胸。 そこにある二つの古い傷跡。それがいつまでも執要に変化する現像の向こうに見えるのであった。それを溶けろ。溶けてくれ。切ってしまえ。庭へ引き出して。ああ。菊池雄は両手で顔を覆い、押さえようとする松尾の手の下で身もだえをした。 発作が全く静まったのは三日目の夜半過ぎであった。心身消耗という感じで、それからはよく眠ったらしい。目が覚めると枕元に松尾が座っていた。暗くした灯火が横から刺して、松尾の太った方の片面を静かな色に染めていた。 紙に白髪が出たのであろう。瓶のところに幾筋かキラキラと光っているのが見える。菊千代は自分の頭がきれいに冴えて、つきものでも落ちたように、体全体が爽やかになっているのを感じた。長い間世話をかけた。気持ちのいい甘いようなため息が出る。 松尾だけではない。幼い頃から随分多くの者に面倒をかけ、世話になった。正子万之助、杉村半三郎、別家の力にも。勘が立って薙刀で相手の腕を折ったことがある。あの少年は何という名であったか。赤。 カンプリなどというあだ名の子もいた。けれども、誰よりも好きなのは半三郎であった。杉村半三郎。確か、蕎麦用人の次男であったが、美少年で、静かな性分で、思いやりがあって。そこまで改装していたとき、菊千代はぎゅっと目をつむった。 いいやそんななことはない彼女は胸の上で両手を強く握ったずっと昔自分は半三郎を手にかけたその手で押さえつけて担当で二度彼の胸を刺した見にあった松尾は「お見事に遊ばした」と言ったのを覚えている。 足屋を切ろうとしたとき、前に立ちふさがったのは立岡三左衛門であった。彼は襟を左右に開いて、切れと言った。その痩せて骨だった青白い胸に、古い突き傷の跡が二つ、確かに見えた。だが、そんなことはあるはずがない。 菊池雄は口の中でそっとつぶやいたそれと同時に目の前の霧が消えるように思い杉村半三郎の姿がありありと見えてきた菊池雄は松尾に声をかけて静かに言った「侍長屋の立岡を呼んでくれ」。 時刻が時刻だし、また菊池代が乱暴するのではないかと心配したのだろう。松尾は夜が明けてからにするようにとなだめた。しかし、結局逆らっては帰って悪いと考えた様子で、手職に火を移して出て行った。かなり待った。そして三左衛門が来た。着替えをし、 袴を履いていた。菊池雄がヤグの上に置き直ると、松尾が背へふまをかけ、髪へ串を入れた。お前は下がってくれ。こう言って松尾を遠ざけてから、菊池雄は三左衛門の方を見た。彼はずっと離れて手をつき、神戸を垂れていた。 逆たぶりであった。杉村半三郎、チコ彼は神戸を垂れたまま、呼吸五つばかりして、それから膝でこちらへ進み出た。痛ましく尖った肩。痩せている体育。他を隔てて挨拶した姿が見える。薪を割っている時の落ち着いた身振り。 館へ移ってから初めて森の柵のところで見た肩をかがめたような後ろ姿。それは病と辛労のために変貌しているが、紛れもなく半三郎の印象と合うものだ。現に今目の前に彼を見て、そのあまりに紛れのないことが激しく菊池を打った。 どうしてここへ来た半三郎。父上のお言いつけか私の一存でございます。何のために半三郎はまた神戸を垂れ、両手をついていた。菊池夫は喉元へ何か込み上げてくる。もどかしいような、切ないような、まだ経験したことのない感情で、 胸がいっぱいになった。半三郎は昔は何も言わなかった。自分の言いたいことも言わなければならないことも口には出さないで黙っていた。けれども今宵は言わなければいけない。本当のことを残らず話さなければいけない。菊池夫はちょっと言葉を切り、 高ぶってくる気持ちを抑えるように深く息をついた。どうしてここへ来た、ハンザブロウ。あの時のことを人たち恨むためにか。ハンザブロウはやはり顔を伏せ、手をついたままで稲という動作を見せた。泣いていたのか、泣くのをこらえていたものか、低いしゃがれた声で、 途切れ途切れに答えた。私をお差し遊ばした時の若君のお心のうちは、私にはよくわかっておりました。お恨み申す。いいえ、半三郎はあの時、喜んでお手にかかりました。お恨み申すどころではございません。喜んで、それが当然のことでございましたから。 それは知っていたからという意味か初めから御殿に上がります時から存じておりました半三郎は一層声を低めたお相手に上がります前父が肘であるよしをひそかに告げおそばへ上がったらよくよく注意して若君のお心を乱さぬよう肘のために お心を痛めることのないようにと繰り返し厳しく申しつかりました。五殿に上がったのは七歳の時でございます。おそばに仕えて年々とご成長を遊ばすお姿を拝見しながら、私は恐れながら、言ってくれ。遠慮はいらない。構わず何もかもすっかり話してくれ。 申してはならぬことでございますが。いや、聞きたい。何もかも残らず聞きたいのだ。半三郎はためらいがちな口調で、注意深く言葉を選びながら言った。次第に女らしく、美しく育ってゆく菊池を見て、彼は少年らしい義憤を感じ始めた。 それまでは秘密を知っているのは自分だけだという自覚から強い保護的感情で仕えていたのであるが、それが疑憤に変わり、やがて愛情が生まれた。誠に無法な次第ではございますが、半三郎はごく控えめな表現で、菊千代に対する同情と、 愛ンの気持ちを語った。何より恐れたことは真実のわかる時である。菊池夫の気象でもし自分が女だと知ったら、それは想像するだけでいつも立然とした。彼女がまだ本当のことを知らないうちに連れ出して、二人だけでどこかの山奥へでも隠れよう。 そんなことをたびたび思い、真面目に計画を立てたことさえあった。もちろん実行できることではなかったが、そのうちにあの遠乗りの日が来た。菊池夫の着衣の汚れを見て、彼は思わず声を上げた。十七歳になっていた彼は、本能的な直感で、それが何を意味するか、 おぼろげに分かった。とうとうその時が来てしまった彼はこう思ってほとんど絶望に打ちのめされたのである書院へ呼ばれて菊池代を見た時彼は全てを了解した自分が秘密を知っていたということを気づかれたそれが菊池代をどのように怒らせたか 彼にははっっきり分かったのだそしてむしろ喜んで自分を菊池代の手に任せたのであった不思議に一命を取り留めましてから私は自分の生涯にかけて君をを陰ながらお守り申し上げようと存じました老害をやみまして一頃は医者にも見放されましたけれども 若君のお幸せを見届けるまではと、気力を奮い起こし、その一心を支えに、ここまでお供をしてまいったのです。今でもそう思ってくれるか。菊池夫は乾いたような声で言った。菊池夫を今でも哀れと思ってくれるか。半三郎の方が、 かすかに震えて菊池雄がどんなにかわいそうなものであるか半三郎は知っているはずだ八千石の館の主で気まま勝手に暮らしていながらその日に窮している貧しい農夫がうらやましい夫婦親子のむつみ合う姿を見るとうらやましいと思いこの胸が嫉妬で裂けるようだ 半三郎、お前にはそれがわかるはずだ。半三郎だけは、今でも菊池を哀れと思ってくれるはずだ。喉へ込み上げていたものが抑えきれなくなって、菊池夫は両手で顔を覆い、耐えかねておえつした。それから不意に衝動的にヤグを滑り出て、半三郎の膝へ、 身を投げかけて泣き見せびながら訴えて。菊池を女にしておくれ。半三郎。その他に幸せになる法はない。生涯をかけてと言った人ではないか。それなら菊池を女にしておくれ。お前の他には誰もいない。半三郎だけが。 お前だけがそうしてくれることができる。菊池雄を哀れと思うなら、お前のこの手で、この手で。身を震わせて、菊池雄は彼の手を掴み、その手へ頬を激しくすりつけた。それから後は、夢中のことのようにしか思い出せない。 固くこわばっていた半三郎の姿勢が自然と柔らかくほぐれ、その手がいつか菊池夫の肩へ回って、静かに優しくいたわるようになでてくれた。菊池夫は甘やかな鉱骨とした感覚の中でなおしばらく泣きしたり、かきくどいていたようである。 そうしてやがて彼の手で抱き起こされ、顔を背けて涙を拭いたとき、窓の明かり上司にほのかな晩春の明けぼの光がさしていた。